こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はダイアナ妃の事件について紹介するぜ。ダイアナ妃の再起と言ったら、歴史に残るくらい衝撃的なものだったよね。ダイアナ妃は乗っていた車が事故を起こし、病院に運ばれるも亡くなってしまった。当初はパパラッチの追跡が事故の原因とされたが、調査の結果では運転手の飲酒と結論付けた。しかし、不審な点が多いこともあって、今でも陰謀論が囁かれているな。え？運転手の飲酒？ずっとパパラッチが原因だと思っていたわ。しかし、彼女の立場を考えて、ただの事故じゃないと当時から思っている人は多かった。調査が行われているが、その結果を見ても、陰謀だと考える人は今も多いな。ただの事故じゃないとは、一体何があったのかが気になるわ。それじゃ、ゆっくりしていってね。ダイアナ妃の事故が起こったのは1997年8月31日。交際相手のドチ・アルファイドさんと移動のため、ホテルを出た後に起こった出来事だったんだ。ちょっと待って、ダイアナ妃の交際相手って？ダイアナ妃はこの時すでに離婚によって、王室を離れていたから正しくは、元妃、になるぜ。え、そうなの？だが、貴族と離婚した女性が離婚前の呼称を用いることが許されているので、皇妃も間違いじゃない。まあ日本とはそのあたり文化が違うからな。ご貴族様もややこしいわ。このように当時は王室とは無関係だったが、もともと人気だったのもあり、ダイアナ妃には常にパパラッチが付きまとっていたそうだ。パパラッチって言葉、面白いよね。今じゃあんまり聞かないよな。パパラッチというのは有名人のスクープで生計を立てているカメラマンを指す。日本ではパパラッチが存在しないので、この事件で初めて知ったって人も多いと思うぜ。日本にパパラッチはいないの？似たようなものがないとは言えないが、パパラッチほどの過激なものはないだろう。パパラッチは相手の家に張り込んだり、移動の際にも付きまとうなど、プライバシーの侵害やストーカー行為もものともしない存在だからな。確かにそれは日本だったら大変な問題になりそうね。海外でもパパラッチの規制がされているが、当時はまだまだ報道は過熱気味だった。二人はパリにあるドキさんの父が経営するホテル、リッツ、パリで食事。その後、ドキさんの私邸に行く予定だったが、ホテル前には30人近いパパラッチがいた。そんなにいたんだ。おとりの車を正面から出して、二人は裏口から出発したが、それに気づいた者もいた。車には他に運転手とボディーガードがいて、ダイアナ妃とドキさんは後部座席に座っていた。この時シートベルトはしていなかったそうだ。そういえば昔はあまり言われなかったけど、シートベルトの着用義務ってどうだったの？日本の場合になるが、高速などの自動車専用道路で、運転席、助手席に義務化されたのが1985年。その後、一般道でされたのが1992年、後部座席にされたのが2008年からだな。思ったより最近のことなんだね。フランスでは交通ルールが日本より厳しいと言われているが、この事件が一因でもあるだろう。車はパパラッチを巻こうと100キロ近く出していたが、これは制限速度の2倍以上だったそうだ。かなりの速度が出ていたわけか。そのまま車はトンネル入り口で他の車と接触。コントロールを失ったまま壁に激突し、柱に正面衝突して前半分は大破。駆けつけたパパラッチは救助する者もいれば、写真を撮る者もいると様々だったみたいだ。この状況で写真を撮るだなんて、この件で5人が丸人罪と、緊急援助義務違反で逮捕されている。他にも2人が拘束されて、約20本ものフィルムが押収されたようだ。4人はどうなってしまったの？運転手とその後ろに座ってたドキさんは、すぐに亡くなったことが確認されている。助手席に座っていたボディガードは意識があったが、顔や頭に怪我を負っていた。ダイアナ妃もまだ意識があり言葉を発していたが、事故から40分後に車から出された時には心停止。蘇生が行われ、再び心臓が動き出したので、救急車で病院へと運ばれたぜ。事故ですぐに亡くなったわけじゃないのね。懸命な処置が行われたが、ダイアナ妃の怪我は広範囲にわたっており、事故から約3時間40分後の1997年8月31日4時頃、亡くなったのが確認されたぜ。パパラッチから逃げようとしたわけだから、パパラッチのせいもあながち間違いでもないのね。まあそうだな。しかし、1999年に行われた調査では運転手が、飲酒運転で処方丸の影響下にあったことが分かった。血中アルコール濃度が飲酒運転の基準値より、約 3.5 倍に当たるほどであったようだ。3.5 倍ってやばすぎない？フランスはワイン大国ということもあり、日本よりも飲酒運転の基準が緩くなっている。その上での飲酒運転だからな。むしろよく運転できたわね。ということでこの事故は、運転手の飲酒によるものと結論付けられている。壮絶な最後だったわ。でもダイアナ妃って名前は知っているんだけど、正直、離婚すら知らないくらいなんだよね。ダイアナ妃ってどういう方だったのかしら？
ダイアナ妃は1961年、8代目スペンサー伯爵と、4代目ファーモイ男爵の次女の間に生まれた。上に2人の姉と下に1人の弟がいて、もう1人兄がいたが、生後間もなく亡くなっている。やっぱり皇太子と結婚するだけあって、ダイアナ妃もご貴族様の生まれなのね。貴族とは言っても、王族とはまた暮らしが違ったみたいだけどな。両親は母親の浮気が理由で離婚に至り、子供は父親が引き取っている。しかし、母親とは週末に会うという生活をしていた。母親の浮気が原因なのに関係は良好だったんだ。当時の浮気相手で再婚相手である実業家は、陽気なタイプだったので子供たちとの仲も良かったそうだ。そして父親のスペンサー伯爵も再婚するんだが、ママ母との関係は良くなかった。ママ母は邸宅を有料博物館にしたり、美術品を売却するなどして、子供たちは屋敷破壊行為、として嫌悪感を持っていたんだ。一緒に住んでいる父親の再婚相手と仲が悪く、一緒に住んでない母親の再婚相手と仲が良いとは。成長してレディの儀礼称号を得たダイアナ妃は、1977年に姉の交際相手であったチャールズ3世と出会う。姉の交際相手だったの？当初はな。しかし翌年に姉がマスコミの取材で、彼が求婚してきても断るでしょう、と答えた。本当に結婚するつもりがなかったかは不明だったが、これに傷ついたチャールズ3世が距離を置くようになった。一方、ダイアナ妃はこの間にスイスに留学し、住み込みでの手伝いを経て一人暮らしとなった。ご令嬢が一人暮らしとは驚き。しかもウェイトレスや家政婦などをしながら生計を立てていたみたいだぜ。ほとんど匿名で働いていたから、周囲はスペンサー伯爵家のご令嬢とは思ってなかったそうだ。結構たくましいね。令嬢としての暮らしはなかったの？もちろん一貴族令嬢であるのは変わらないぜ。1979年には王室のパーティーにスペンサー伯爵家令嬢たちが招かれている。ここでチャールズ3世と再会したんだ。すっかり普通の生活しちゃってたから、どうやって皇妃になるのかと思ったわ。とはいえ恋愛関係になったというわけではなく、親しい友人として交流が続いたようだ。それがどうして結婚に？1979年にチャールズ3世の王子であるルイス・マウントバッテン卿が亡くなったんだ。幼少期から慕っていたチャールズ3世は落ち込み、それに対してダイアナ妃が慰めた。そのことでチャールズ3世は心を打たれ、ダイアナ妃と交際することになるんだ。まあ素敵、まるでお話の出来事みたい。貴族とか王族とか馴染みがない私たちだと、そういう感じになっちゃうよな。皇太子はすでに30を過ぎていたこともあり、結婚を急いでいた。ダイアナ妃は家柄にも問題はなく、過去に問題もないということで反対はほとんどなかった。やっぱりそういうのを気にするわよね。でも問題なく結婚できたというわけか。1981年2月6日に、皇太子がダイアナ妃にプロポーズ。1981年2月23日に結婚発表が行われ、1981年7月29日に結婚式が行われたんだ。まさか一人暮らしで働きながら生計を立てていたのがこうなるとは。しかしダイアナ妃は王室の生活が合わず、次第にストレスを溜め込んでいくこととなる。それに加えて皇太子には、ダイアナ妃と結婚前から親しい女性がいて関係を疑っていた。穏やかな結婚生活じゃないんだ。ダイアナ妃は確かに貴族だったが、王族はそれともまた違う世界だからな。それに加え、結婚後も人気が続いたことによるマスコミの目がつきまとうプレッシャー。次第にダイアナ妃は荒れるようになったが、皇太子は感情を爆発させる彼女をどうしたらいいかわからなかった。なんというか、お互いに相手が悪いとしか言えないわね。そんな中でも1982年には長男を出産、1984年には次男を出産し、家族の関係は一時的に良くなった。しかしこれも皇太子が公務を減らして育児に専念したことで、皇太子の父親は王族としてそれをよく思ってなかった。ダイアナ妃と父親との板挟みになった皇太子は、領地に引きこもるようになったんだ。ダイアナ妃の気持ちもわかるけど、やっぱり相手は王族だもんね。二人の関係は1996年8月28日に終わったが、その間にお互いの浮気が発覚したり、皇太子に対する批判があったりと様々だぜ。素敵なラブロマンスかと思ってたのに、ドロドロの昼ドラ展開になってるじゃん。離婚後のダイアナ妃は、慈善活動により積極的に取り組んでいたんだ。1996年には心臓外科医と交際するようになったが、1997年に父やママ母と親しかった大富豪と知り合う。これがドディさんの父親であり、その後二人が交際するに至ったんだ。それって二股ってこと？そうなるな。ダイアナ妃が二人に対しどう思っていたかは不明だが、そんな中で事故に遭い36歳の若さで亡くなった。ダイアナ妃の人気は王室自体からすごかったから、突然の最後に世界中が衝撃を受けただろうな。状況の変化がすごすぎてなんかすごい一生だったね。ではここからは事故の不審な点を説明していく。
なんか色々と臭そうではあるよ。まずはダイアナ妃が亡くなった原因。彼女は肺の大動脈に負った傷が原因で、内出血を起こして亡くなっている。しかしこの傷は医者が言うには、見たこともないとても珍しい怪我、だったそうだ。医者が見たこともない怪我ってどんななのよ。ダイアナ妃が事故直後には意識があったから、この傷は後でつけられたのではないかとされている。後って言っても現場にはたくさん人がいたんでしょ？だから病院内で何かあったんじゃないかとされている。まさかそんな。でもまああれだけ車が大破した状況だったら、どこが傷ついてもおかしくはないとも感じるけどな。事故現場、すごかったもんね。次は全員がシートベルトをしていなかったという話。ダイアナ妃は普段はシートベルトをつけていたそうで、この日に限ってつけてないというのはおかしい話だ。本当に普段はしていたならおかしいと思う。しかもパパラッチを巻くため200キロ以上速度が出ていたというのならなおさらだ。生き残ったボディーガードのみシートベルトをしていたと当初は言われていたが、その後、全員がしてなかったのがわかっている。確かにその話は不思議ね。次は運転手が飲酒運転をしていたという話。この話は調査の末にわかったことだが、大量に飲酒していたならすぐにわかったはずだ。基準値の3倍以上だもの。そしてそれだけ大量に飲んでいたなら、まともに歩くこともままならないはず。しかし、カメラに残っていた運転手がダイアナ妃を誘導する様子では、とても酔っているように見えなかった。後から出されたこの話に疑問を感じてしまうな。運転手の飲酒という事実を隠したかったのか、はたまた別の何かが隠されているのか。最後は事故に遭った際に接触した車の持ち主が、自ら命を絶ったこと。事故から3年後の2000年に火に焼かれ亡くなったが、実は頭部に弾丸があったとの噂だ。こうなるとこの人物にも何かあったんじゃないかと思っちゃうよな。弾丸があったというのが事実ならね。もしかしたら事故の原因となってしまったことで、それを苦にしたとも考えられるけど、でも怪しいと思っちゃう部分もあるわ。ダイアナ妃の立場もあってなおさらだな。これが普通の人の事故なら何言ってんだ？ってなるけど、やっぱりダイアナ妃ほどの人となってしまうとね。でも狙われるとしたら一体誰に？では、この事故が本当に事故だったのか？実は事故に見せかけたタマルなんじゃないかと言われている、その説たちと黒幕の噂を話していく。聞きたいような聞きたくないような。まず真っ先に挙げられたのが、皇太子であるチャールズ3世。2003年にダイアナ妃の執事だった人物が、ダイアナ妃が1993年に書いたとするメモを発表した。すでに離婚して狙う必要がある？どんな内容が書かれていたの？私の車に細工して、夫が事故を起こさせようとしているのです。というものだ。しかし、この時期はダイアナ妃が精神的に不安定で、妄想によるものではないかというのも否定できない。内容が内容だけに関連付けられたのもありそう。続いては皇太子ではなく王室によるものという説。特に皇太子の父親であったエディンバラ公爵の名前がよく挙げられているな。王室だってすでに離婚してるから関係ないでしょ。しかし王室には狙う理由があるとされている。まずは皇太子が再婚するにあたってダイアナ妃が邪魔だったとするものだ。その相手って昔からダイアナ妃が疑ってた女性よね？そもそもどうして最初からその女性と結婚しなかったの？二人は王室の結婚条件に合わず結婚しなかったが、結局、ダイアナ妃との離婚の原因にもなってしまった。人気のあるダイアナ妃が居続ける限り、二人の再婚に影となると考えられてだな。それだとダイアナ妃がかわいそうすぎるでしょ。もう一つは異なる宗教が入ることを嫌ったから。ダイアナ妃の交際相手だったドキさんはエジプト人の父を持つイスラム教徒。仮に二人が結婚して子供ができてしまったら、二人の王子の兄弟が異教徒となってしまうわけだ。うわぁ、宗教系は根深いっていうしこっちの方がありそう。いや、さっきのもなくはないと思ったけど。しかし後の調査で王室は無関係だとわかり、ドキさんの父親も受け入れている。一時はダイアナ妃がすでにドキさんの子を妊娠しているともあったが、デマだったようだ。そういうのを疑っちゃうのも仕方ないけどね。他には事故現場で目撃された白のフィアット、ウーノが挙げられている。この車は事故が起こった直後、トンネルから出て行ったのが目撃されていた。たまたま通りすがりだったんじゃないの？目撃されたのは車だけでなく、銃口をつけた犬が後ろにいたと言われているんだ。つまり、この銃を使って運転手を撃ち、それによってあの事故になったという話だな。本当にアンマルだったってこと？この車の所有者は多くの本に載せられているが、調査によって彼の無実も明らかとなっている。ただ、怪しい動きがあったとも言われていて、この説は割と有名であるみたいだな。たまたまなら巻き込まれてかわいそうだけど、それが信じられるくらいの事故ってことよね。続いてはイギリスの秘密情報部である MI6。運転手はドキさんの父親に、自分が MI6 のエージェントと話していた。
その MI6 はストロボライトを用いて、運転手を盲目にさせるという工作を過去にしていた。今回もその手法が取られたってこと？しかし、運転手が MI6 であった証拠はなく、そうした工作があったことも確認されていない。計画はあったみたいだが、上司に問題外とされ、却下されたものだったみたいだな。いろんなところから話が出てくるものね。他にも兵器製造を行う企業という説もある。ダイアナ妃は慈善活動の中で、地雷や兵器を撲滅する活動に力を入れていた。そうした企業をまとめて国際会議に出す準備をしていたが、それを知った政治家によって命を奪われたという話だ。まさかそんなところもと思ったけど、一応接点はあるのか。しかもその国際会議はダイアナ妃が亡くなった翌日。あまりにもタイミングが良すぎることもあって、こうした話も出てきたみたいだな。こうしてみるといろんなところから、狙われる理由はあったのね。最後は事故の後の様子を説明しよう。事故があったのは夜中だったこともあって、女王と皇太子たちは就寝中であった。侍従に起こされて事故を知り、皇太子はラジオで情報収集をしていたそうだ。すでに離婚したとは言っても、二人の子供がいることは変わらないものね。皇太子はダイアナ妃が亡くなった知らせを受け、朝になって子供たちに知らせているが、長男であるウィリアム王子は分かっていて、一晩中眠れなかったそうだ。虫の知らせってやつかしら？それか周りが騒がしかったのもあるかもね。皇太子はダイアナ妃を引き取る決心をしたが、女王はすでに去った人間だと反対した。しかし、皇太子の説得によってダイアナ妃の棺は、セントジェームズ宮殿へと運ばれることとなった。女王の言うこともわかるけどね。だが、ダイアナ妃の人気が高かったこともあり、女王の対応には批判が集まった。女王は割り切って5日間反応しなかったが、次第に王室廃止の声まで出てくるようになった。皇太子の説得もあって女王は受け入れ、声明を出し準国葬をするに至ったんだ。本当に王室って大変だわ。国葬の後ダイアナ妃はウェストミンスター寺院へと運ばれた。そこには2000人の回送者がおり、100万人の人々が見送ったそうだ。人気だったというのがよくわかる数ね。葬儀の後はスペンサー伯爵家のあるオルソープで、湖の中にある孤島へと埋葬されている。ただ、遺骨が盗まれることを防ぐため、孤島のどこに埋葬したかは公表されていないぜ。最後は実家で眠られているってことね。その後は主にウィリアム王子とヘンリー王子が、母親を追悼するコンサートや礼拝を行っている。母は多くの人を幸せにし、世界中で最高の母でした。と両王子がスピーチしているぜ。ダイアナ妃と皇太子の関係には様々なことがあったものだけど、二人の王子から最高の母だったと言われるのは、何よりも嬉しいことだったでしょうね。ということで今回は、ダイアナ妃の事件を紹介したぜ。最初はあんまりダイアナ妃について知らなかったけど、正直これだけの人なら怪しい噂があっても仕方ないね。とはいえ人生において多くの時間、パパラッチに狙われていたというのも事実。いろんな意味ですごい方だったと思ったわ。今でも名前が上がるほどの方だからな。でも王室に入るというところでは、生き方の違いがありありと見えたわね。女の子は白馬の王子様に憧れるが、王子様というのはそう簡単な存在ではない。優雅にお城で暮らしているだけじゃないってことだ。現実を突きつけられてしまったわね。今でもイギリス王室の話題はいろいろあるけど、安らかなお眠りをお祈りするわ。みんなの意見や感想などがあればぜひコメントしてくれると嬉しいぞ。よかったらチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。では今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。